というわけで今回もご視聴ありがとうございます。前回に引き続き濱田省吾さんのライブツアーオンザロード2011について語る動画をやりたいと思います。前回は個人的な思い出をお話しする回だったんですけれども、今回はこちらのオンザロード2011の DVD、ブルーレイ、あとライブ CD を中心にこのオンザロード2011というツアーを語っていく、そんな動画にしたいと思います。濱田省吾さんのオンザロード2011ですね。当時の濱田省吾さんはソロデビューから35周年という節目の年で、このオンザロード2011というライブツアーもニューアルバムを引っ提げるのではなくて、ザ・ベスト・オブ・省吾・濱田ボリューム3という主に社会派の楽曲を中心に収録したベストアルバムを引っ提げたオールタイムベスト的な内容のツアーとして、計画されていたそうで、このツアーはお祭りみたいなツアーになる予定だったそうですね。で、それが2011年の3月11日に東日本大震災が発生してしまったことで、もうこのツアーの持つ意味が大きく変わってしまって、ザ・ベスト・オブ・省吾・濱田ボリューム3とか DVD の僕と彼女と週末にに収録されているような、核をテーマにした曲とか環境問題をテーマにした曲とかが、まるで予言のように 3.11 以降の日本にぴったり当てはまってしまって、この震災をもってツアーの意味は一変しましたっていうことが、あのツアーが始まる前に省吾さんの口から語られていたみたいですけれども、そういう背景もあってこのオンザロード2011というライブには特別な思い出がある方もきっと多いと思います。おそらく震災で犠牲になった方の中にもこのオンザロード2011に参加する予定だった方も多くいらっしゃったと思いますし、おそらく自分が行けた宮城の積水ハイムスーパーアリーナ公演に参加するためにチケットを取ってた方もいらっしゃったと思うんですよね。そういった背景とか、中盤のザ・ベスト・オブ・ショーゴ・ハマダ・ボリューム3に収録された社会派の楽曲が続くパートとか、その辺の印象が強いので、オン・ザ・ロード2011って内容がすごく重いツアーだったようにも感じますけれども、でも基本的には楽しいロックンロールショーで、あの前半の方ではショーゴさんのおなじみのロックナンバーが怒涛のように展開されていって、で中盤のバラードパートではおなじみの星の指輪とか、もう一つの土曜日片思いとか、あれから二人みたいな名バラードがたくさん演奏されて、でセンターステージも盛り上がって、で終盤も家路とか日はまた昇るとか、ライブの定番になってる曲がどんどん演奏されていくっていう、やっぱりオールタイムベスト的な内容のライブでもありますよね。特に個人的にはオンザロード2011って演奏の面でも演出の面でも省吾さんのキャリアの中でも特にかっこいいライブだったと思うんですね。例えばアリーナツアーでも2005年のマイファーストラブとか2016年のジャーニーオブアソングライターとか、両方とも比較的ステージ上のセットとかがポップで、省吾さんの服装も白いシャツとか、グレーのスーツとかだったのに対して、オンザロード2011は省吾さんが黒のロングコートとか、あの光沢のある黒いジャケットとか着てて、またロックパートでは半袖シャツ1枚になって、省吾さんの上腕二頭筋のたくましさが見えたりとか、なんか省吾さんのルックスの面でもすごくかっこよく仕上がってるライブだと思いますし、あとライティングが比較的シックというか、全体的に暗めの照明なんで、その影の部分がすごくかっこよく映ってもいるんですよね。だから映像作品としても自分はオンザロード2011って一番好きですし、これは個人的な感覚としか言えないんですけれども、2013年以降の音に比べて2011の音ってすごくロックしてると思うんですよね。もちろん2013年以降もロックなんですけれども、なんか女性コーラスが入ったこととか、あのサウンドプロデューサーが調子さんになったこととかで、同じ楽曲でアレンジもほとんど一緒だったとしてもちょっと響き方が変わったと思うんですよ。それに対してオンザロード2011はもう女性コーラスもいなくて、基本野郎どものバンドで、調子さんが思いっきり声を張ってコーラスをしてるので、なんかボーカルの男臭さもすごいかっこいいなって思うんですよ。で、これは悲しい事件でしたけれども、DVD に収録されている10月30日の埼玉スーパーアリーナ公演、もともとの予定では一応ツアーの最終日だった日ですけれども、この日に長年バンドに参加していた小島よしのぶさんが、お酒と睡眠薬の過剰摂取でまともにプレイできない状態でステージに立って、
音の面でのトラブルを何回も起こしてしまったんですよね。まあ、それで小島よしのぶさんがバンドから去って、自分が参加した宮城の積水ハイムスーパーアリーナからピアニストが川内はじめさんに交代してるんですけれども、やっぱりこの映像化されたあの小島さんのプレイを聞くと、もちろん川内さんも素晴らしいんだけれども、小島さんの鍵盤って本当に最高だなって思うんですよね。オンザロードのイントロのピアノとか、独立記念日とか反抗期で聴かせるホンキートンクピアノとか、もう本当にめちゃくちゃかっこよくて、やっぱり小島さんの音が加わることで翔吾さんの音楽ってよりロックになってたんだなっていうのも感じるんですよね。そして何よりセットリストもやっぱりオールタイムベスト的なので、浜田翔吾さんの音楽を聴きたいと思ってるんだけれども、どれから聴いていいかわからない、どれを聴けばいいですかっていう相談をされたら、まずこのオンザロード2011のライブ CD は進めると思いますね。もう代表的な曲であるもう一つの土曜日、片思い、路地裏の少年、あと悲しみは雪のように風を感じて、もうみんな網羅されてるし、演奏も完璧だし、まあ、定番曲で収録されてない曲っていうと、まあ、星の指輪とか丘の上の愛とか日の当たる場所っていう代表的なバラードが一部収録されてないっていうのはありますけれども、もう入門編にもぴったりの音源だと思うんですよね。もうこれくらい個人的にはすごく気に入っている音源で、例えばですけれども、自分が影響を受けたアルバムとか自分の人生の中の名盤とかを挙げるときって、どうしてもね、ハッピーエンドの風待ちロマンとか RC サクセションのラプソディとか、まあ、村八部のライブとか、こういう LP1 枚に収まってる作品をもう上げる方がかっこいいっていうのもあって、例えば自分の人生の1枚って言ったらどれって聞かれたら、浜田翔吾さんの、まあ、My First Love だって答えるんですけれども、本音を言うと多分今までの人生の中で一番聴いたアルバムってこのオンザロード2011のライブアルバムなんですよ。もうこれが発売されてから高校生の頃なんかもずっとヘビロテしてて、で東京に来てからもことあるごとにこのアルバムを長いのに通しで聴いてたりするんで、もうそれぐらい浜田翔吾さんの魅力がギュッと詰まったツアーでもあるんですよね。次にこのオンザロード2011の、まあ、DVD と CD に収録されてる楽曲の中で特に自分が好きなライブテイクについて語っていきたいと思います。まずはやっぱりオープニングのオンザロードですね。オンザロードは自分このテイクが好きです。まあ、We are still on the road に入ってる赤いストラと思ったショーンゴさんも、ジャーニーオブアソングライターに入ってるテレキャスターを持ったショーンゴさんもかっこいいんですけれども、やっぱりこのオンザロード2011のオープニングの黒いジャケットに身を包んで黒いストラトキャスターを持って登場するショーンゴさんが自分の初めて見た生ショーンゴさんなんで、まあ、これがもう一番自分はかっこいいと思ってます。あと独立記念日と反抗期の流れですね。まあ、この2曲の流れはショーンゴさんの伝説の武道館公演で演奏された順番で、ライブ版のオンザロードにもこの順のまま収録されてますけれども、これがデビュー35周年の節目にまた再現されたっていうのは本当に大きな出来事だったと思うんですね。特に90年代とか2000年代のライブのセットリストを見ると、独立記念日と反抗期ってなかなか演奏されてないんですよね。それがこのオンザロード2011で披露されてから、2019年のファンクラブツアーとか、あとは今年の武道館ライブとかでも演奏されて、なんかまた定番に戻ってきたっていう感じがあって、まあ、この時演奏されたのは大きな意味があったんじゃないかなと思います。 DVD では独立記念日と反抗期でしたけれども、このツアーではここの部分で2人の絆とかさよならゲームとか勝利への道とかも演奏されてたみたいですよね。自分が行った日はそれ見れなかったんで、もう独立記念日と反抗期のパターンしか知らないんですけれども、そっちも多分映像残ってると思うんで、またなんか We are still on the road みたいなオムニバス形式でリリースしてほしいなって思いますね。で次 My Old 50s Guitar ですね。これも自分はこのライブのテイクで死ぬほど聞きました。マイオールド 50s ギターに関しても確か非売品の他がために金はなるツアーの時の、まあ、駒沢大学の講堂で撮影された映像ぐらいしかライブテイクは世に出てないですよね。それ以降のオンザロード2001とか2005から2007とかどこでも演奏されてないので、もうこの曲も当時久々の復活だったと思うんですけれども、特にマイオールド 50s ギターに関しては
原曲がそもそもかなりのギターロックじゃないですか。イントロのデーデゲデゲデデデゲデデゲデゲデゲデンデゲデンデンっていうギターのフレーズが、もうタイトル通り思い切りギターの曲だぜっていうのを表してましたけれども、そんな印象的なフレーズをこのライブのテイクではガラッと変えてしまってるんですよね。まあ、原曲からキーが2個下がって、イントロもデレレレレレデゲデンデンじゃなくてデンデンデンデレテテテレテレテテテテっていう、まあ、全く違うフレーズで演奏されていて、で原曲とは違ってブラスの音がフィーチャーされてるんで、単なるギターロックではなく R&B 的なブラスの雰囲気も出ていて、もう原曲とはかなり違ったアレンジに変わってて、あの夏の日少年の輝きの中って、原曲では裏声で歌われてた部分とかも、このライブテイクではショウゴさんもチョイスさんも表の声で歌ってて、もうここの雰囲気もガラッと変わってますね。自分は原曲版もこのライブ版も両方大好きです。で次、愛の駆け引き、これは映像の方に収録されてませんけれども、横浜アリーナの初日のテイクみたいですね。伝説の何さえんのあの帽子を投げる演出が印象的ですけれども、もうこの曲は何といってもイントロと間奏とアウトロ のギター2本のハモリが魅力的ですけれども、これもライブテイクっていうことでしっかり左右から長志さんと長田さんのギターがくっきり分かれて聞こえるんですよね。もう立ち位置の通り左から長志さんのギターで右から長田さんのギターが聞こえるんで、ここまでくっきりとそれぞれがどういうフレーズを弾いてるかっていうのが分かるのがすごく好きですね。で次が、代表曲にもかかわらずめったに DVD に収録されない片思いともう一つの土曜日、この2曲も映像の方には収録されてなくて CD にしか入ってないですよね。このオンザロード2011がかなり大人数のストリングス隊を連れたツアーなんで、 DVD の特典映像で収録されてるようなあのメンバー紹介のMC がここで挟まれて、ですごい分厚いストリングスの中でショーンゴさんが歌ってたんですよね。特に片思いは原曲もオンザロードフィルムスに収録されてるバージョンも、あとこの間の武道館公演でも、まあ、最初は鍵盤だけで進んでいって途中からバンドが絡んでくるっていうアレンジでしたけれども、もうこのテイクはもうほとんどストリングスと鍵盤だけっていうアレンジで、もうここでしか聞くことのできないプレイになってますね。で次、マイホームタウン、これも映像の方には収録されてませんけれども、でマイホームタウンに関しても原曲はキーがかなり高いので3つ下げで演奏されてますね。でマイホームタウンも J-BOY みたいに時代ごとに結構アレンジがガラッと変わっていて、もう J-BOY ツアーと何サインは比較的近いですけれども、まあ、オンザロード2005のテイクの方が、まあ、かなりデジタル風の打ち込みサウンドが多用されてたのに対して、オンザロード2011のバージョンはまたちょっと生っぽい音に戻ったというか、まあ、デジタルシンセの仕様にとどまってるような感じ で2019年のファンクラブツアーでも2011年バージョンにかなり近い演奏ではありましたけれども、彼女は昼間オフィスレディまるでエンジェルの後に結構長い間を作ったりとかして、またちょっとアレンジが変わってたんですよね。もうこういう違いも美味しいですね。でライジングサン風の勲章、まあ、DVD の僕と彼女と週末にの方にアコースティックバージョンとして再録された音源が収録されたんですよね。でこのオンザロード2011のライブテイクはそのアコースティックバージョンと原曲のハイブリッドみたいなアレンジで、もう原曲がゴリゴリのギターロックなミディアムバラードだったのに対して、こっちのライブのテイクは古村さんのフルートがフィーチャーされて原曲よりも厳かな雰囲気になってますね。で次、僕と彼女と週末に、これのライブテイクは本当に圧巻ですよね。あの壮大な長い間奏にストリングス隊が加わっていて、もう単なるロックとかポップスでもないしプログレでもないし、もう浜田省吾さんにしか作れない壮大さがある楽曲に仕上がっていて、もうこのテイクも自分大好きですね。でその後の愛の世代の前に、これもテンション爆上がりですよね。もう愛の世代の前にに関しても定番曲で、あのいろんなライブテイクが公開されてますけれども、やっぱり自分はこのライブのテイクが一番好きですね。でセンターステージの曲たちはもう定番の曲ばかりで、アレンジも基本的に他のライブテイクとは変わってないですけれども、このセンターステージの中の曲で特に印象的なのが DVD の方にだけ特典で収録されてるラストダンスですね。自分はこの DVD の
収録内容が発表された時にラストダンスって書いてあったから、追加公演になった2012年6月の埼玉スーパーアリーナの最後の演奏の映像が収録されるのかなって期待してたんですけれども、実際収録されたのは横浜アリーナのセンターステージの映像でしたね。で、おそらくこのテイクがショーンさんのキャリアの中で最後の B フラットキーのラストダンスになったみたいですね。ラブトレインに収録されている方のラストダンスはキーが B で、で、Wasted Tears 以降はキーを半音下げの B フラットにして演奏されてましたけれども、でもそれ以降、2018年のファンクラブツアーの弾き語りでは、キーが A で、B フラットからさらに半音下がって演奏されてたんですね。で、武道館でどうなるかなと思ったら、やっぱり A で演奏されてたんで、おそらく B フラットキーで演奏された最後のラストダンスっていうことになると思います。で、しかもこの映像で、ショーゴさんがセンターステージを歩きながら歌ってるんですけれども、途中で床のコードに足を引っ掛けて転びそうになってる様子がちょっとだけ映ってるんですよね。こういうのもちょっと貴重で、このラストダンスは本当に印象的なテイクになってます。あと、家路ですね。家路もライブの定番曲でいろいろなところで演奏されてますけれども、このオンザロード2011の家路は、ピアノの小島さん、あるいは川内さんと、ショーゴさん2人だけがセンターステージに残って、2人の鍵盤とアコニの高音で曲が始まるんですよね。で、1番をその状態で歌い切って、ショーゴさんと小島さんか川内さんがステージに歩いて戻っていくっていう、そういう演出がされていて、これも生で見た時すごく印象に残りました。ただこれも曰く付きで、DVD と CD に収録されてるのは横浜アリーナのテイクですけれども、埼玉スーパーアリーナの方のテイクでは、もうステージ上で完全に小島さんが鍵盤を弾けなくなってしまって、ショーゴさんが PA の方にギターの音を上げてくれっていう指示を出して、小島さんの鍵盤の音をショーゴさんのギターでどうにかカバーしながら、その部分を乗り切ってステージに戻ったらしいんですよね。いや、これも絶対もう世に出ることはないんだろうけれども、ファンとしてはすごく見たいですよね。まあ、おそらくこの動画見てくださってる皆さんの中にそれを生で体験された方もいらっしゃると思うんですけど、で、あとはやっぱり一番最後の君が人生の時、もうショーゴさんが今まで残してきた音楽の中でトップクラスに好きなのがこのライブテイクの君が人生の時ですね。君が人生の時も90年代前半ぐらいのライブではセットリストに入ってたみたいですけれども、まあ、しばらくステージで演奏されてなくて、で、2009年のファンクラブイベントで久々に演奏されて、オンザロード2011でも演奏されてたみたいですね。で、セットリストを確認すると、横浜アリーナとかでは君が人生の時は中盤のバラードコーナーの最後に歌われてたみたい で、途中から最後の一曲に変わったみたいですね。ぜひ横浜アリーナの方のテイクも映像で見てみたいなと思うんですけれども、特にこの DVD の方に収録されてる君が人生の時は、もう小島さんがステージに立てなくなって、で、コンダクターだった星勝さんが小島さんの解放に回ったから、星さんと小島さんがステージに上がってこなくて、で、代わりに翔吾さんがタクトを振るっていう場面が映されてるんですよね。で、このライブに参加された方のブログとか今もいろんなところで確認できますけれども、この時の翔吾さんは結構怒ってるような雰囲気で、なんか歌い方もかなり力強かったし、小島さんが本来弾くはずの鍵盤を急遽福田さんが弾いてるから、の鍵盤の音がいきなり1オクターブ下がったりして、結構荒れた演奏だったってレポートしてる方もいるんですよね。実際そういう方の書いてるブログとかで、ショーゴさんがマイクスタンドを強く床にダンって叩きつけてたっていう風に書かれてるんですけれども、これもちょっと映像で確認できますよね。見果てぬ夢と満たされぬ愛のところで、マイクスタンドこうやって結構叩きつけるようにショーゴさんが置いてる、その様子が確認できるんで、もしかするとショーゴさんのボーカルもエモーショナルになりすぎてて取り直してる可能性もありますよね。もうその辺はもうよくわかんないですし、 CD と DVD 両方埼玉のテイクにもかかわらず、ピアノのフレーズが全く違かったりするんですよね。だから CD 版と DVD 版でどっか取り直してるのか、あるいは他のテイクを流用したのか、その辺もちょっと長年の謎だったりもするんですよね。いろいろと理屈はこねましたけれども、やっぱりこのオンザロード2011というツアーは最高でしたし、 DVD も CD も最高の映像と音で記録されてると思います。
というわけで今回自分の大好きな濱田祥吾さんのオンザロード2011というツアーとその映像作品と CD について語ってきました。もうすぐ発売される武道館公演の円盤も楽しみですけれども、今一度このオンザロード2011のライブ映像を見返してみるのもいいんじゃないかなと思います。あの頃を思い出しながら今一度自分もオンザロード2011に触れたいなと思います。皆さんのこのライブに関する思い出とかもぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。泣きたくなるよこんな下手くそなやつに拾われちゃった涙の義務そう金で